ということで MV を撮ってます。はい、もう動画はバリバリ出てると思うんですけど、はい、まあ、今日はかっこあるあるじゃねえや、かっこあるあるだよ、昔やったやつですね、俺が男あるある、男あるあると、ラップバトルを撮れたらいいな、みたいな感じで、そうですね、ちょっとお昼ご飯食べようかなと思って、やったー、オメガ10だよ、カレーを食べたー、オメガ10だよ、開けますね、いったダセーなー、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 咳出るってなんだろう、めっちゃ咳出る、咳出る、膝ぶつけてめっちゃ咳出てるよ。だいぶなボリュームで鳴ったしな音。痛かった。だせえなお前。え？黒カリ堂でーす。はい。黒カリ堂じゃん。なんでその定食。黒カリ堂じゃん。だせえ。いただきましょう。いただきます。めっちゃ美味しそう。これ買ってきてるじゃん。これもそう。え？これは？おでん。これおでん。あ、おでんの、あ、兄ちゃんの大好きな大好きなトマトが、そう、トマトがあえてね、いきましょう。好きな食べ物はトマトです。絶対嫌いなテンションなんだよ。気持ちが入ってないな。多分これの動画が上がってる時は、はいはい、だいぶもうノージャンクの動画も上がってる、そうですね。ただまだ実際俺らまだチャンネル解説前っていうね、これ俺らまだノージャンクやってないですからね。ノージャンクやってないノージャンクになってないですよ。なってない。トマト美味しそう、これ肉厚で、これ最悪じゃん。美味しいよ。好きなんですよ。好き、うん、このグチュグチュの感じが、言うな好き。いただきます。まだ無理してるな。美味しい。美味しいよ。また食べたい。これ食べたい。欲しい。欲しい。ちょうだいは。ちょうだい。お願いします。お願いします。何なんだこの兄弟。美味しくいただきます。美味しくいただきます。農家の方。ありがとうございます。ブロッコリー美味しい。ブロッコリー美味しい。ミニコーン美味しい。あ、美味しい。ヤングコーン好き。パプリカ美味しい。パプリカ美味しい。甘い。トマト美味しい。トマト美味しい。トマトの後のカレーのルー美味しい。カレーのルー美味しい。助かった。ゼロ。あ、トマト美味しい。トマト美味しい。トマトの染みついた白ご飯。美味しい。それにカレーをかけてリセット。よっしゃ、ありがとう。ありがとうございます。助かります。助かりますって言ってるよ。助かるね、じゃあ弁当を用意してもらってさ。ね。それは美味しくて。タイガさん。それは美味しくて。やばい、渋谷さんの鳴き声を発動された。今、鳴き声だった。今ピンポン鳴りました。ちょっと出たいと思います。はい、開けます。はい、はい、すいません。あ、すいません、すいません、お願いします。よろしくお願いします。あ、いいですか。はい、すいません。3、2、1、ブレーデデデー、防音室がやってまいりましたというご報告でございます。今ね、兄ちゃん出かけてるんで完成品も見てないので、帰ってきたらまた兄ちゃんのリアクションを撮りたいと思います。おかえり。撮った。おかえり。防音室よ。あ、今日だっけ。来たよ、おいちゃん。テンションテンション高い。おいちゃん来たよ。おいちゃん言うな、わかんない。おいちゃん来たよ。見ます。見せろや。見ます。見せろや。見たいんですか。これでもう、やりたい放題でしょ。もう24時間声出しますよ。いいですか、見てもじゃあ。この中にありますよ。いきますか。うん。3、2、1。バスン。バスン。おい、めっちゃ綺麗じゃない。これはテンション上がるね。やったりや。はい、ほっこりはん。ケツかよ。うんふんふん、ヒーロー。はい。
あもうね、いいじゃないのよ。これじゃあ、ちぶじゃこさんがじゃあ次レコーディング来るときに、はい、お披露目したいみたいな。お披露目してよっしゃグブブーということで、来ました急に始めるから、はい、はい、もう見てるというか、はい、その立ち会ってたんでしょう、こちらですね。もう軽く紹介してるでしょ。そうですね、ちょっと俺が入ってもらったら、入ってみる、はい、これ完全に俺の、うん、あの人生で一番高い買い物になってました。マジで、はい、すげえ電気もあるじゃん。このサイズだとあれなんですよ、エアコンがつけれないんですよ。あーなるほど。これ何、それは吸音パネルですねこれアイロンの板じゃないか。違います、これめちゃめちゃ大事ですからね、これマジで、これめちゃめちゃ大事ですよ。ちょっと俺叫んでみるわ、この中で聞こえるかどうか。ちょっと外行ってもらって、ガチで叫ぶよ。ガチでいいです。じゃあなんて叫んでるか当ててもらっていい？わかりました。うんちうんちノージャンクの、はい、目標みたいな、はい、決めてなかったじゃん、はい、この中で思ってることは結構あります。あるね。おそれ発表していこうよ。まずライブしたいですね、ノージャンクとして。ああ確かに、ね、音楽ライブね、はい、確かに。でいずれは、うん、ワンマンとかしたいですね。まあファンミー的な感じだよね、だからそうですね、言ったら YouTuber がよくやってるようなライブメインのね、ライブがちょっと長いみたいな。10万とかいったらライブする？あ、もう数を決めちゃって、数を決めちゃって、そうした方がじゃ、そうした方がちょっとモチベーション上がるじゃん。確かに。チャンネル登録者、まあ10万ぐらい、はい、10、まあ10万だと早いのかな。早いん、わかんない、わかんないけどね。10万人みんな来てくれたらもうそれはもう確かにそりゃもうね、20万ぐらい。20万ぐらい、いやえ30 10 10万分かんないね、そこはやってみないと。そうですね、どれぐらいの感じで伸びていくのかとか、うん、まずとりあえずライブやりたいね。やりたいですね、ライブは。俺はアルバム出したいです、曲の。おおいいね、いいね、はい、ライブするんだったらそこでまあグッズとかあったらみんな楽しめるのかなと。確かに、ノージャングッズとか出したいですね。でまずの目標はライブ、ライブ、ライブする。ただ一本まだ俺らこの段階で上がってないから何とも言えないんだよね。分かんないよ、分かんないんだよね。頑張ろう、頑張ろうありますか、渋谷さん。俺的にはやっぱこう他と違うチャンネルにしたくて、なんか他と似てると、うん、結局企画とかが被って企画とかされちゃって、はいはい、なんかそこと戦わなきゃいけない、会社みたいな感じで競合他社と戦うみたいな感じになっちゃうの嫌だから、うんうん、なんかオリジナリティあるチャンネルにしたくて、そのためにはもう少し人数いてもいいかなっていう、うんうん、男もしくは女性とかで、はいはい、で楽しくやっていきたいなっていう。3人も結構意外にいるから、うん、そうですね、うん、でもまあ独特なチャンネルにしていきたい。もうここでだって兄弟っていうのもあるし、うん、音楽してるっていうのもあるし、あんまいないじゃん兄弟で音楽やってるトリオって、はい、そんな感じでちょっといろんな要素を足してって、他にない感じで唯一無二感を出していきたいな。出したいですね、まあ、とりあえずはライブだね。そうですね、ライブしてコメントがどんなん来るんだろうって気になりますよねまだ一本も出てないじゃないですか今。お前一本も出てないけど口から米はめちゃめちゃ出てるよお前ごめんなさい、動画は出んけど米は出るんか、コメントの話しとるときに。やっと待ったこいつ書かれてるかもしれない、米出てるってもコメントで。ごめんなさい、気をつけますビーツがうまいんだけどこれ。ビーツ、うん、ビーツ、紫の大根みたいなやつがあったでしょ。ビーツって言うの。マジ？ビーツ。うるせえなお前は。あれはビーツ。ビ。ビ。言って。ビ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 。いやビ。うわい。それはビ。はい。聞いて。かい。ビ。おアホや、アホや普段お前
兄ちゃんに言われるけ。お前兄ちゃんじゃん、お前兄ちゃん、それはうるせえしっかり言うじゃん。それ兄ちゃんほんま兄ちゃんがお前何、兄ちゃん、お前兄の兄ってお前数字の兄まあそれ言っちゃやっちゃいけんミスよ。言っちゃう。それはでも一番だけ、いや合っとるやり方分かってないじゃん、お前何言ってるの。いちいちうるさいよ、いちいちそれは正解、そういうこと。いちいちうるさいわ。全然ついていけないわ。いちいちうるさいよ。お前仕方ないやつなんですよ。お前仕方ない、仕方ない。ラッパーっぽい。あ、ごめん。すごい。ほんま、さすが。ムカムカするわ。ムカムカするわ。なんなんこれ。お、なんなん。おーおーわおーおー、今なんか出てこなかったよ。お前、バリ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 。苦しい。